ましておめでとうございます。おめでとうございます。おはようございます。おはようございます。じゃあ今日のテーマいきましょう。ああなるほど、はいはい、切り取り方がうまいんじゃないな。じゃあ何、切り抜き、目指せ切り抜き。ファミスタビッグ中オールスライドビタ、おうリーチメケ、じゃあやっぱファミスタじゃないの。俺ファミスタでちょっと気になることがまた増えまして、うんうん、B ちゃんから昨日言われたんだけど、うん、B ちゃんの知り合いの Y さんが、うん、Y さんね、通常時はチェリー狙うより一万役狙った方がいいんじゃないか、うん、っていう話を聞いてあれこれ考えた、うん、いいと思いますよ。考えたことをちょっとやりましょう、実践してみたいなっていう。あ、いいですよ、全然構いませんよ。気はしています。オール取ってくださいね。オールこぼしたらだって意味なくなっちゃうね。まあそうだね。ただ演出によってチェリーとパンク役の一枚、うん、それを今日考察したいということ。そうそうそう。ああ、なるほどね。真面目だろ。いいですね。スロッターっぽいだろ。一枚でも勝つ。なんだ、いいえ、わかんないです。決まんないっすね。今日はこのままでいいんじゃないですか。今日のテーマはこちらです。後で書きましょう。異例の後書き、すいません。まとまりがないね。さあ、じゃあまあとりあえず入店しましょう。どんな店内だったかちょっとあんま覚えてないんで、前に来てるってことなんだけどね。あら、座れなかったです。あ、1台か、1台しかないのか。ちょっとな、何あの大変、ハーデスが、ハーデスが大人気なんだけど、ちょっとだけいい。終わった。こっち揚げだな、揚げ。じゃあファミスタ一緒にやるかな、はい、そうしましょうか。タケさん今日、あ、もう始まってんですけど、ファミスタ2人でやりましょう。おい、ハーデスで1000円使った。そう、1枚役、1枚役って何ですか。なあなあ、チェリーチェリーだ、チェリーチェリーだ。どのチェリーなんだろう。 F、 ジョーダン F、 おい、7の上のチェリー、ジョーダン。あ、取れた。え、7A、これで取れてます。1枚、ああ、これパンク役ね。演出なかったです。ユーコラインなんだっけ。いや、5ラインですよ。ああ、じゃあそれでもいいのかな。うん、大丈夫ですよ多分。ベルエフ、そのチェリー、ベルエフチェリー、 そう、あ、これが1枚なの。 それが多分、はいはい、転落1枚。 OK です。じゃあ 7F7 って狙ってないんですね。スライドで狙えるんじゃないですか。そうね。あ、狙いますよ、スライドで。ほら、毎回同じで目になる。開発したね。はい、これいいじゃないですか。これで1枚ずっと取れるのめっちゃ楽ですよ。あれ、リプレイ、あ、1枚取れてる。俺も取れた。あ、と、あ、これ、あ、これか。あ、違うか、これ、これ違うな。これでしょ、中段でも揃ってますよ。あの、ベルコボシもあんだよな。あ、そっか、うん、1枚役の使い方が結構深そう、うん、うんうん、あのリーチ目になる一枚役。そうですよね、それもありますよね。がベルコボシと同じだったりするし。へえ、結構細けえよ、いろいろ考えると。うん、いろいろ結びつくまでにすげえ時間かかる。ああ、リーチ目になるや一枚役が一緒ってこと。結構細けいことやってるよ。うん、なんかそんな予感はしてましたけど。そういや、俺イヤホンしてなかった。店内静かすぎてイヤホンしなくてもいい説。これが、あ、赤なら枠下まで滑った方がこれベールこぼしなんでしょうね。ああ、多分ね。はい、その答え合わせがね、確固たる答えが、答え合わせできる場がないからさ、うん、難しいんだよ。この形になったら狙わなくていいってこと。そうね。ね、ちょっと F 早めに押しときゃリプレイが常に中段にテンパってくるんで、そしたら狙わなくていいわ。いや、だから本当あのメーカー発表値と稼働値、はい、がかけ離れすぎてるんで、うん、なんかあんじゃねえかなって思ってんだけど、ねえのかな。2ショート、あ、スイカ狙ってね。おいおい、
追加でしょうかね。もう流れで落ちちゃって、うん、追加ですね。リーチ目で、お、お、スライディング。たけさん1マイク取ってても追加こぼしたら意味ないじゃないですか。ごめんなさい。いえいえ。あ、リプレイか。これあれ外れってありました。チェリーってこと。大体リプレイですよね。で重複したりするじゃないですか。入ってんじゃない。リプリプ F ですよ。お、ほら来た。ビュン。当たってましたよ。どうやって狙うんだっけ。お、レギュラー77ゲーム。どうやって狙うんだっけ。言ってるそばからもう揃ってる。なんかやるんでしたっけ。横コーンになったらバー狙うだけ。ああ、整列デメこれでした。あれか、スライディングの前のゲームか。あ、そうですね、確かに。ああ、こんな大事でしたっけ。これあれか、左下段7から、うん、中リール枠上ぐらいに F をして、うん、中段まで F 滑ってきたら、うん、外れたら当たるんですよ、多分。だからさっき当たったんですよ。おうおう、これはダメか、うん、あ、ほら、ベル揃うもん。右下がりにベル F チェリーですよね。上段でもいいと思う。でもこれ上段で止まんないですね。止まんないね。うん、二角かな。二角ってか、あのパンク役オアボーナスじゃないですか。おう、なんかだんだん自分が何をやってるか分かんなくなる。分かります。しかも全然パンク役が取れてくれないからなおですよ。なんかね、やれてる感が欲しいな、うん、目に見える効果が。まあ目に見えるほどじゃないだろうなとは思ってたけど、うん、でも 100% 得しますからね、うん、だって取らないもん取ってんだもん。そうっすよ。あ、取れた。これだ。おー、イエーイ。イエーイ。まあ、2リールまで目押しならそんなに大変じゃないか。まあ、でもこれ別にあの通常時何にもない時もどうせあっ、ね、はい、目押ししてても意味ねえじゃねえかなぐらい空気じゃないですか。そう考えると別にこれやっててもいいかな、うん、悪くないな。こういうね、パチスロってさ、これ霞をなんかさらって本当地立もがやっぱ基本じゃないですか。板押し1回のミスで吹き飛ぶけど。通過こぼし一発で。どう、この真面目なパチスロ打つ回どうですか。え、今日はこれつまんないっすよ。首かしげてる。いや、マニアックでいいじゃないですか、たまには。うん、なんかこうね、いろいろこう探っていくっていうのが楽しいわけですよ。そうだね、7枠下行っただけで、あのベルこぼしじゃないですか、はい、それなんか嬉しいもんね、1枚で。挟んでみよう。挟んだ方が楽ですか。いや、これは楽じゃないんじゃないですか、ほら。ああ、そう言っちゃう、うん、ああ、言っちゃった、うん、こっち、この辺に押してもこうなりますよ。ああ、ほら、これは挟んだら楽じゃないですよ。左の押し位置で右の滑り込ます変わったりしない。まあ、そうすると左を正確にしなきゃいけないですよね。そうね、その方が楽かな。2リール正確にするのは面倒いですね、さすがに。ちゃんとこぼさないよ、パンク役、これ。ああ、そろ、取れた、取れた。下段で揃うな。なんか右下がりしか揃ってないです、僕まだ。上中段7だとこうなるな。7がテンパる。左間違えちゃってる。そうでもねえ。これチェリーだ。そう、間違えるんだよな。そう、すげえ黙々と。これ中押ししてます俺。ああ、あ、中押すとでもスイカがこぼれるか。危ないね。 F を中段、上段でも大丈夫か。F、うん、中下段ぐらいだと大丈夫なんですけど、うん、外れも毎回ここ止まる。 F が、 F が残っちゃうんですよ。ああ、残んなきゃいいなと思ったんだけど。あ、待ってよ、
F が下段に残る分にはいいんだよ。あ、これがいいじゃないですか。赤なら下段ですよ。ただそれチェリーの時チェリー狙っても1枚になったりするんだよ。あ、でもあのエースがある時は左にすればいいんじゃないですか。ああ、で F 上段来たらパンケーキ取れんじゃないですか。この1枚は何だ。ベルコボシか。今の何、うん、それはもう当てちゃいましょう。入ってんじゃん。F ではない。マジだね、ファイブラインだよね。やった7だよ。ナイス。あ、ここか、こっちか。セリチェ、ああ、ここで入ってたね、やっぱり、ね、成立ゲームだったんですね。269ゲーム、相当し1万円。あ、てか、竹さん、ビタで揃えて曲変えるのよ、俺聞いたことないんでやってみたいんですけど。あ、俺も知らない、初めて聞いた、そんなん。はい。こんなに打ってたのに。そう、源平東馬伝と、なんかになるんですよ。何やんだっけ。あ、ミスってるし。大丈夫か、俺。ちょっと何高さ、何。いや、わかんないです。怖え、今日ダメかもしんねえ。大丈夫っすよ、ホンダビタ。ほら、ダメだ。あ、怖い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 。ちゃんと押す、ちゃんと押す。あー、スライド。いや、普通に押して。もう2周ぐらい。マジでやばくねえか、今日。どうした。あ、怖い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 。大丈夫っす。苦手意識。あー、怖え。まあ、台が油断してくれるんじゃないかと思う。思う。あれダメだな。ちょっと1枚役出てほしいんだけどな。これ中押しが一番楽っぽいっすよ。あ、怖い。いや、もう俺怖くてちょっと。ああ、怖え。ああ、怖い怖い怖い。2コマも怖い。怖え。どうしたんすか。いや、なんだろう、超怖い。え、ビタ押しってこんな怖いもんだったの。なんだ、チェリー。おーい、チェリー。これ取れんのかな。あー、怖い。あ、取れた取れた。これが一番楽だ。お、中押しが楽です。おお、はい。これやれば赤なら枠下に押してればいいんですよ。下段でもいいです。赤なら下段か枠下に押して打ってれば一番楽だ。これこれなら快適に打ってるわ。いや、もうやだ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 、もうやだって。来なかったら乗らないんですよ。37しか乗ってないし。あれいつも強いんだもんな。シャー、ナイスイメンレイ。シャー、絶好調。ドン、ホームラン、引いてしまえ。ダメか。ツーアウト。あー、落ちた。3点。ドン、ツー。今のはベルコボシ。これ楽っすよ、竹さん。おお、開発したね。はい、 F 上段の時だけでいいんで、これならなんか通常時普通に打ってる感覚で打ってるわ。下段か枠下でいいんで7。ただ当たんないっすね。攻めてきた。4、チェリーか1枚。
あ、極めたね。極めましたね、これ。あ、来た。あ、気持ちいいね。取っちゃうね。おーおー、熱い。初めて止まりました。ゼロですな。まあでもね、レギュラーでもビッグでも7が下段止まりそうですから、熱いですね。そう、中押ししちゃうとチェリーの時も1枚になっちゃうのは、偉い演出の時でもやってたから。そう、偉い演出の時は左から行けばいいんで、そんなに問題ないんじゃないですか。いけるな。はい、うまさ。おー、熱い。来たな、これ。見ない。な、えい。ああ。ああ。わかりやすすぎるわ。ああ、いいのよ。化けでもいいのよ。化けはこういう、あ、F です。ナイスビッグ。F。F ターン69ゲーム。ビタで揃えてくださいよ。ああ聞きたいっす。あ、今いい具合に並んでると思ったからやっちゃった。少な、ミスってないの。普通もったいないな。お、外れた。あ、これがチェリーだったんだね。パンク役が取れなかった。やっぱ定式一緒ですね。何枚？1枚？え、あ、0枚なんで。これがチェリーだったんですよ、多分。おー、ベルに寄ってる。もう面類で。あ、やった。すごい、俺調子いいよ。調子いいっすね。ああ、チェリー、さあ、ああ、またこれ、ああ、これ当たったろ。これ木田太郎。チェリーオアボーナス。同じ形になった。今度これはチェリー狙います。やっぱそうですね、同じ形でした。外れた、当たんなかったです。そうでしょ。マジか、はい。もう次のゲームで赤の下段にビタ押したら全部上がっちゃいます。ピロ止まるか F が来るかしないと当たってない。外れでヒット。あ、ツーベース。めっちゃ調子いいじゃないですか。はい、ほらほら、やる。10点取ってくださいな。ホールディングしたかもしれない。ほら、ファール。ドン。あ、よっしゃ。お、でも三塁にいないから。あ、ホームラン。ホームランじゃない、スリーベース。あと1点でもうコールドだ。コールド。お、入った入った入った。おお、コールドです。コールド。頑張ったな俺。まあ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 、ありがとうございます。まあベルなのに、もう一個くれよ。あ、とりあえず11点目が、幻の11点目がありました今で。なんだよ、もったいないな。Hey, you're everybody, let's sing and dance. 朝から夜まで壁など broken. これさ、
パーだった。わかりました。俺が出さなきゃ誰が出すぐらいねえ、あのどしどしお寄せください。お寄せくださいそういうことだよ。だってね、毎回同じ人とかになったりしますもんね。気持ちはまるで出窓のルーニー、 Like a nuts の憂鬱なレイディ。君を思うどこまでも、君が好き、夏が好き、どうなってもいいなんて恋愛のルーキー。現実の中も夢の中もあなたとなら、 Yeah 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 yeah。 収支管理アプリ TMoney 登場。 TMoney には誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。皆さんダウンロードお願いします。